神宮寺ゆうたと平野シオ華麗なるハイブランドファッションの新たな波。先日、神宮寺ゆうたと平野シオが、インスタグラムを通じて、ハイエンドブランドのアイテムを身にまとった投稿を連日にわたって行い、ファッション愛好者たちを驚かせました。この投稿は、ファッション業界における新たな波を巻き起こす可能性を秘めています。サンローラン、フェラガモ、 バーバリーに続いて、ボテガ・バニータ、着用。まず、神宮寺ゆうタの最新のインスタグラム投稿についてご紹介します。9月24日、彼は、ボテガ・バニータ、ボッテガ・ベネタのアイテムを身にまとった写真を公開しました。これは、彼にとって4つ目のハイエンドブランドのアイテムを着用した投稿となります。彼のハイブランドファッションの旅は、9月21日の、 セイントロロン、サンローランのアイテムを着用した投稿からスタートしました。その後も、フェラガモ、フェラガモ、バーバリー、バーバリーと続き、最新の、ボテガバニータ、着用が加わりました。これらの投稿は、彼の洗練されたスタイルセンスとハイブランドファッションに対する情熱を示しています。平野仕様のハイブランドファッションウィーク。 人ジ自由タに続いて、同じトベ所属の平野市用もインスタグラム上でファッション愛好者たちを魅了しました。平野市用は、数日にわたって異なるハイエンドブランドのアイテムを着用した写真を投稿し、ファッションウィークのような雰囲気を醸し出しました。その中で、彼は、ルイ・ヴィトン、ルイ・ヴィトン、 ハームズ、エルメス、ディバンシー、ディバンシー、バランティーノバレンティーノ、など、高級ブランドのアイテムを堂々と着こなしました。これらの投稿は、平野仕様のファッションセンスが高い評価を受けていることを示しており、ファッション愛好者たちから熱い反響を呼び起こしました。日本のエンターテイメント界におけるハイブランドブーム。 神宮寺ユータと平野仕様のファッション投稿は日本のエンターテイメント界における新たなトレンドを象徴しています。彼らは高級ブランドのアイテムを積極的に取り入れ、その魅力を広めています。このハイブランドブームは以下のような要因によって支えられています。アーティスティックな表現、神宮寺ユータと平野仕様は 高級ブランドのアイテムをファッションとアートの融合と捉え、自身のスタイルを表現しています。彼らの投稿はファッションを芸術として捉える動きを後押ししています。ブランドとのコラボレーション、多くの有名ブランドは若手エンターテイナーとのコラボレーションに積極的であり、これが彼らのハイブランドファッションの支持を強化しています。彼らの着用がブランドに注目を集め、 ファン層の拡大につながっています。インスピレーションとなる存在、神宮寺雄太と平野耀は多くの若いファッション愛好者にとってファッションのインスピレーションの源となっています。彼らのスタイルを取り入れることで若者たちは自身のファッションセンスを磨いています。ファッション業界の視点から。 神宮寺雄太と平野紫耀のハイブランドファッションについてファッション業界の専門家も注目しています。これらの若手エンターテイナーはファッションの世界に新たな風を吹き込んでおり、その影響力は業界内外で感じられています。ファッション評論家である田中美穂さんは次のように述べています。 神宮寺勇太と平野紫耀が日本のエンターテイメント業界においてファッションの重要性を再確認させる存在です。彼らの投稿はファッション愛好者たちに新たなインスピレーションを提供し、高級ブランドの魅力を伝えています。 また、ファッションデザイナーの山本太郎さんは、若手エンターテイナーがハイエンドブランドのアイテムを積極的に取り入れることは、ファッション業界にとってもプラスです。これにより、ブランドの知名度が向上し、ファッション産業全体に刺激を与えています。と述べています。 神宮寺勇太と平野仕様の最新のハイブランドファッション投稿は日本のエンターテイメント界とファッション業界に新たな風をもたらしています。彼らの洗練されたスタイルセンスと高級ブランドへの情熱は多くのファッション愛好者に感銘を与え、ファッション業界に新たなインスピレーションを提供しています。 今後も彼らのファッションの動向に注目が集まり、日本のファッションシーンに新たな波が訪れることでしょう。